起立礼着席。さあ本日もデュエルリンクスの歴史のお時間でございます。本日はですね、視聴者さんよりリクエストいただきましたリンクス版ぶっ壊れエクストラモンスターランキングについて、はい、こちらをね発表していきたいと思います。今回のランキングではね、現状ぶっ壊れているっていうあの意味合いと、過去の環境でぶっ壊れていたという、両方の意味合いでですね、まあ、今の環境もしくは昔の環境で、やばかったエクストラデッキから飛んでくるモンスター、第5位から第1位までね発表していきたいと思います。リクエストいただいた皆様ありがとうございます。それでは早速第5位から発表していきましょう。第5位、小村上白縫い。はい、おめでとうございます強すぎますね。あまりにも強すぎますこの人は。まあ、効果説明しておきますけれども、特殊召喚に成功すると、墓地および除外されている、アンテッド属シンクロモンスターをエクストラデッキに戻しながら、戻した数だけ、相手のフィールドのカードを選んで破壊できるよという除去を持っている。プラスですね、このね、破壊耐性があるのが一番やばいですね。自分のフィールドのアンデッド属モンスターが戦闘効果で破壊される場合、代わりに墓地の、シュラニーモンスターを除外すると無効にできると。この破壊効果強すぎるだろう。この人ちょっと効果盛りすぎなんですよね、あまりにも。あのね、このモンスター のいけないところは、あの某召喚獣、あの水属性の某召喚獣と同じで破壊耐性があるっていうあのところですよね。だから結構相手を、まあ、デッキによっては詰ませてしまうっていう、まあ、そういう点で、やっぱ破壊耐性だけならまだしも、自分で、破壊をなんと飛ばしてしまうこともできるというなんでそんなことまでできてしまうんだこの人はというね、点ですね。まあ、一応ね、対象に取れるから、この人は。だから今のところ環境的にはその因果切断とかで、まあ、一応飛ばしたりできるんで、まあ、なんとかなるかなっていう意味合いも込めてデモン支援とかもあるから。なので一応5位くらいかなとは思ってるんですけど、もうとにかくですね、効果多すぎるんですよね。テキスト量半端じゃないでしょ、そもそも。で、破壊耐性、持ってるのがもちろんそもそもやばいんですけど、他の知らないに、対しても破壊耐性を与えてしまうという、あまりにも強すぎる効果を持ってるんですよね。しかも今デュエルリンクスはレベル上昇っていう、まあ、スキルが一応ありますから、簡単にね、初手ポンってホームラガミが出てくるっていう環境になりまして、それがまあ1年前くらいから変わってないと、いうことなんですよ。知らないね、環境にいすぎるんですよね。長生きしすぎなんですよ。その、まあ、その運営さんが知らない大好きなのかなのか知りませんが無課金テーマなのか知りませんが、あまりにも長すぎる。一体いつまでこいつは KC カップで活躍するんでしょうか。ホムラガミくらいのね時期から、破壊耐性のあるモンスターがポン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 出てくるようになったんですよ。最新パックのねエクシーズモンスターとかに耐性とかないもんですから、しかも破壊するとかしかないもんですから、もうなんかその要はエクシーズモンスターポンって出してきて、それホムラガミ突破できるんですかって聞かれて、あってなって、なんか弱いみたいな風潮になっちゃうんですよね、エクシーズモンスターが。それ、これインフレがね、進んでしまった、まあ、影響だと思うんですけども、そうね、めちゃくちゃ辛いのよ、こいつがいることによって。もうそろそろもういいかなって、知らぬゆは。私は個人的に思っていますが、皆さんはどう思いでしょうか。頑張って因果切断したホムラガミ、影物除外して帰還。さあ、続きまして、第4位のモンスターはこちら。新六部衆、支援。いや、こいつね、4位かどうかちょっとすげえ迷ったんですけど、じゃあ他にもね、やばいモンスター結構いましてですね、まあ、僕は個人的には、4位ぐらいかなと思ってるんですけど、これ1位っていう説もあります。ぶっちゃけ。効果説明しておくと、もうすごく単純ですね。一旦に一度相手が魔法トラップカードを発動したら、それを無効にして破壊すると。で、フィールドのこのカードが戦闘か効果で破壊される場合は、なんかその身代わりにね、他の6部衆モンスターを身代わりにできるみたいな、そういう効果を持っていますと。でね、リンクスをぶっ壊したモンスター第1位だったら、なんかその支援なんじゃないかなと、個人的には、まあちょっと引き回転士っていう話もあるんですけど、エクストラモンスターっていう意味合いでは、多分1位なんじゃないかなと思ってて、デュエルリンクスを戦国時代へと誘ったモンスターですよね、この人は。多分ね、第7回か第8回かちょっと忘れましたけども、第多分8回くらいの KC カップでは、もうほんと6部衆だらけだったんですよ。2回に1回は6部衆に当たるみたいな、環境だったんですよね。体感マジでそんぐらいいた。戦国時代マジでデュエルリンクスは大戦国時代。当時もね、ランク戦とか潜ったらもうね5割なんてもんじゃなくて8割方6部衆みたいな感じだったんですよ。なんかほんと機械天使時代を彷彿とさせる環境の偏り、これ見せていたんですね。
やばかったのは支援だけじゃなくて、もちろん支援も強いんですよ、支援も強いんですけど、支援の後ろに魔法タップカード、こちらをあの構えておくことによって、なんかその支援を突破するのむずいのに、めちゃくちゃ支援の後ろの魔法トラップも抜けねえから、そもそもね、あのコズミックサイクロンとか効かないから、あの支援止められて、なのになんかその後ろに二刀流とか巡るとか分断とか銀幕とか、あの辺のカードを支援の後ろに構えられて、なんかもともとはもう支援も後ろの魔法トラップも何も突破できんみたいな感じになっちゃったんですよ。これね、まあ、遊戯王デュエルリンクスはじゃんけんであると、まあ、OCG もじゃんけんであるとたまに言われますが、この時の、デュエルリンクスはもう完全にじゃんけんと言ってもよかったんじゃないでしょうか。ほんとロックムシューミラーとかマジ不毛で、ほんと先行支援二刀流エンドされたらもう何もできんみたいなね、だからそういうことが結構起こり得た環境だったのかなと思っております。とにかくね、ロックムシュー使ってる場合は、そのコインが、表、黄色がね、コイン黄色出ることを祈り続けるみたいなね、そういう、環境でございました。当時結構面白かったのは、この支援と二刀流が流行ったことによって、当時強いとされていたのは、1枚でその支援を処理できるモンスターだったんですよ。しかもそれは、なんかそのリバース効果だった。例えばですけど、サザン。カラクリ忍者サザンクとか、あと、バックフートとか、この辺のモンスターって、リバース効果で、相手のモンスター処理できるんですよね。なので、例えば支援相手が立ててきて、で、まあ、二刀流セットしてエンドしたら、こっち2枚とかカードをセットしたりとかすると、もう戻されちゃってダメなんですよ。だから、1枚セットして、で、その1枚で相手のモンスターを処理していくっていう、必要があったので、ここでね、サザンクとかバックフートがめっちゃ活躍したんですよね。さらにメタゲーム的にちょっと面白かったのは、六部衆側もですね、セットモンスター怖いっていう時代があったんですよ。だからキザンとフーマで普通は支援出しに行くんですけど、支援じゃなくてアルマレス作って、なんか相手のサザンクとかをアルマレス、あえてアルマレスの中に行くみたいな、そういうプリングもあったんですよね。結構ねこの時は逆に面白かったみたいな話はありました。ちなみになんですけども、世界大会WCS2019 では世界王者の小林選手、決勝第1試合で見せたあまりにも完璧なハンド、先行6部衆ゴリハンムーブっていうね、ゴリハン小林って言われてるんですけども、そのゴリハンがあまりにもやばすぎて、対戦相手のアレさん、前回チャンピオンアレさんが、鬼ほど緊張していたんですが、そのあまりにも完璧な先行ゴリハンムーブを見せられて、緊張が一瞬で解けて冷静になったっていうね、そういう伝説が、あります。先行支援二刀流巡るグッドグッドグッド。さあ続きまして第3位ですね。第3位、お邪魔キング。これねちょっと迷ったんですけど、第3位にするか、ちょっとランキングさせるかどうかみたいなと思ったんですけど、デュエルリンクスならではのめちゃくちゃうぜえ強さがあるかなと思って、お邪魔キングはね、言わずもがな特殊召喚成功すると、相手のフィールド のモンスターゾーンを3つまで選択して使えなくさせるよっていう効果じゃないですか。これやっぱり OCG でもまあそこそこもちろん強いんですけど、リンクスにおいては最強ですよね。だってモンスターゾーンが3個しかないんですから、3個しかないんですよ。だからそれ全部抑えたら相手モンスター出せませんから。だからモンスター効果に頼るデッキが多い中で、この、環境に対する最強の回答であると。出されたら最後魔法罠で除去しないともう無理なんだよね。で一番やべえのはデビルフランケンっていうね、最強モンスター、まあ、こちらはいまだに OCG の方でもデュエルリンクスの方でもどちらでも禁止カードに指定されている、非常に悲しい身を背負っているモンスターなんですけれども、結構簡単に先行でお邪魔キング着地ができちゃったんですよ。デュエルリンクスってライフ4000から始まるんですけども、結構ね20枚しかないからね、まずそもそもデビルフランケンは引けるんですよね、初手に。であとはもう回復札を2個引くだけなんですよ。ディアンケとディアンケとデビルフランケンっていう3枚のカードを揃えるだけで、相手に何もさせない、デビルフランケン出してお邪魔キング出すっていうことができるんですよ。でさらにやばいのはデュエルリンクスはスキルっていう概念がありますから、ライフコスト0っていうね、ライフポイントが1000以下であればなんかそのライフコスト払う効果がなんか払わなくていいみたいな、なんかほんとあまりにも謎すぎるぶっ壊れスキルがあったんですけども、今修正されましたけどね、そのスキルを使って、先行、デビルフランケン、キャバルリー、お邪魔キングっていう、本当に何もさせんみたいな相手に、マジクソゲーみたいな盤面を先行で作ることができまして、
しかもこれね結構ね成功するんですよね。なんかポイント一説によるとポイントバトルとかでめっちゃ勝ってたみたいな、なんかその KC カップの目玉になるんじゃないかって言われてたぐらい強かったんですよこのデッキが。びっくりするでしょ。でさらになんですけども、ライフコストゼロじゃなくてライフ増強ベータっていうね、初期ライフをプラス1500できるっていうなんかぶっ壊れスキルがありまして、あのスキルを使うとさらに 70% くらいの確率でなんと先行お邪魔キングできるっていう、 70% で盤面3個埋めれるんですよ相手のモンスターゾーンを。強すぎるよね、強すぎるんですよ。今の環境では、まあ、デビーフラが禁止になってるし、そもそもあのトラップカードが、ね、結構強くて、あのインガー切断とかね、ああいうカードが結構あるんで、まあ、そこまでなんか除去難しくなるんじゃないかなと思いますけど、当時は結構強かったんですよこのデッキが、まあ、いわゆるデッキタイプ的にはなんか壁とやってろっていうタイプのデッキなんですよね。このデッキって結構制圧系のデッキって嫌われるんですよ大体。なんでそのデッキタイプ的に壁とやって、まあ、要はコミュ障デッキ、コミュ障みたいなデッキだったんで嫌われるのは当然でした。先行ディアンケド、ディアンケド、デビルフランケン、対戦ありがとうございました。さあ続きまして第2位ですね。第2位はこちら、流破壊の剣士バスターブレイダー。これはまあ結構言わずもがなの効果、まあその昔やってた人だとはね、あのドラゴン族の効果が発動できないし、ドラゴン族は全部守備表示になるよと、で貫通するよみたいな、効果持ってるんですよね。でドラゴン族の勝つ、かける1000ポイントの打点がアップするみたいな、もうほんとドラゴン族絶対殺すマンっていうあのモンスターですね。これね正直今はそんなにやばくないです。別に可愛いねっていうくらいの効果なんですよ。環境のインフレって怖いですね、環境のインフレって怖い。でも昔そのバスターブレイダー、この流破壊の剣士バスターブレイダーが、出てきた当時、これねめちゃくちゃうざかったんですよ。あの制圧力、このモンスターもさっきのお邪魔キングと同様、なんかちょっと制圧系の効果持ってるじゃないですか。で、DNA 改造手術っていうね、あのドラゴン族にあの全部のモンスターを指定するっていうカードが、あのトラップカードがあるんですけど、DNA を発動して、バスターブレイダーを出して、もう相手に何にもさせずに、ひたすら貫通させて勝っていくっていう、そういうデッキが、当時、めちゃくちゃ強かった。もちろんこの KC カップとかでもあの活躍していましたしね。結構今だったら例えばコズミックサイクロンとか土球部隊とか、因果切断とかデモンズチェーンとかいろいろ結構回答札がたくさんあって環境に、なので今あのバスブレ多分使っても多分そんな強くないですよ。強くないですけど昔そのこのカードが出た当初はマジで強くて、バスブレ本当に簡単にデュエルキングなれるそういうデッキでした。でバスターブレイダーが強かった当時ね、なんかね、小脇メイルとか、魔導書とかが流行ってたんですよ。で、小脇メイルって、エースモンスターの小脇メイルマキシマム。あれね、ドラゴン族なんですよ、あれ。あれ、ドラゴン族なんですよ。だから、破壊剣士融合っていう、まあ、超融合みたいなカードで、相手のマキシマムと自分のバスターブレイダーで融合するっていうこともできるし、魔導書って、魔法使い族がいないと使えないじゃないですか、魔法カード。魔導書なんかに DNA ペって言って、ドラゴン族って言ったら、もう魔導書使えないんですよ。これが辛かったっすよね。これがだから結構その環境的にもそのバスターブレイダー自体がメタれてたみたいな感じがあって、なので、まあ、そういう意味で結構嫌われていたデッキタイプかなと思ってます。ちなみに僕は結構好きなテーマで OCG の方でも組んでるぐらいなんですけども、結構ね制圧系のデッキで嫌われるんですよ。さっきのお邪魔キングの時の理由と一緒で、相手を除去するとかじゃなくて本当相手に何もさせないっていうのがコンセプトなんですよね、あのバスターブレイダーとかお邪魔キングっていうのは。だから結構ね相手が嫌われがちのデッキでした。バスターブレイダー自体はねまだ強化の余地がすっごいたくさんあって、モンスター版の DNA 改造手術みたいなやつがいるんですよ。バスタードラゴンっていうあのシンクロのドラゴン族モンスターがいて、あのトラップカードでなんかそのシンクロモンスター出せたりするんですよ。だから結構ね、あとあのエクストラから特殊が封じるみたいなあのモンスターもいるんですけど、とにかくねバスターブレイダーってちょっとね性格が悪いデッキなんですよ。少しまあ俺には合ってるからみたいなデッキなんですけど、そういうデッキなんで結構ね多分ね強化来ても嫌われると思う。コズミックサイクロンで勝手に消えてったけどね。さあそして最後栄えある第1位に輝きましたのはこちらのモンスターです。召喚獣補給トス。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。こいつは本当にリンクスのガンです。こいつはリンクスのガンですそれ言い過ぎか。すいません、補給トスが好きな方、すいません。正直でもこれ強すぎない？その召喚獣って意外と OCG ではなんかその補給トスがあんまり活躍しなかったみたいで、
その光属性 の, あのメルカバーっていうやつとか、あと風属性のライディーンとかいうやつ強いんですけど、呼吸と水属性のやつがそんなに強くはなかったらしくてね、どうやら活躍しなかったらしくて、環境ではだから別にいっかって感じで、多分軽く軽い気持ちで実装してしまったら、本当リンクスのガンだったっていうね。ああ効果説明しとくと、効果の対象にならないし、効果では破壊されない、守備力が2900、打点が1800で、守備表示のまま攻撃ができるよっていうモンスターですね。これね、何がいけないかっていうと、まずそもそもやっぱ硬すぎる防御性能ですよね。その要は破壊、効果では破壊されないし対象にならない、つまりですね、ほとんど戦闘破壊するしかないんですよ。戦闘破壊するしかないんですけど、ほとんどね、まあ、選んで除外とかあるけど、一応エヴァリーとかが一応突破できますけど、裏返るとかが突破できますけど、一応そういうモンスターって、まあ、結構そんな入ってできないんですよね。だから普通の環境デッキって対象を取るとか破壊するなんですよ。なんですけど、それを全て無効ができる能力、そしてこいつ実質守備3900じゃないですか。そのアレイスターを使って出してるんで、基本的にはだから実質3900なんですよ、守備が。そいつを戦闘破壊できるデッキってなかなかないですよね。だからあまりにも高すぎる防御性能プラスして、なんとね、こいつね、あんまり自分からは攻撃にいけないんですよ。打点が1800しかないんで、一応守備表示で攻撃ができますけど、できますけど、ただあの言うてアレイスターぶん投げたところで2800しかないでしょ。だから自分から攻撃しに行くことがなかなかできないのに、防御性能だけ高いんですよ。だから壁ですよね。デュエルリンクスって結構スピードデュエルとか、言われてる、ワンケル環境とか言われてるんですけども、こいつのせいでめっちゃ停滞するんですよ。大会とか、KC カップとかもそうだけど、めっちゃなんかそのなんだろうな、膠着状態が生まれるんですよ、デュエルに。だから相手も突破できないし、自分も突破できるみたいな感じになっちゃうんですよ。で、一番いけないなと思ってるのは、やっぱこいつの高すぎる防御性能のせいで、必ず新パックが出た時に、新パックのカードが出た時に、そのデッキ呼吸ドス突破できるんですかって言われて、突破できないっていう。新しいパックの新しいカード、みんな向きたいですよね。どんなか動きしてるのかと思って見たいですよね。見たいんだけど、新しいデッキ組むと呼吸ドスが抜けないんですよ。なんかその呼吸ドス抜けない、じゃあ勝ちないよみたいな、呼吸ドスが抜けない、じゃあ勝ちないよみたいな感じになっちゃうんですよ。これが良くない。今のエクシーズモンスターとか特にそうじゃん。なんか新しく出てくるエクシーズモンスター全員呼吸ドス倒せないんですよ。倒せないの。こいつ犯罪なんだよな、やってることは。まあ、今のね環境でも突破するといえば、まあやっぱ打点で抜くブルーアイズみたいなね、打点で抜くモンスターを使って、まあ、2ターンかけて殴るとか、まあ、もちろん3900になりますからね、防御力が。だから単純に3000で殴れば勝てるわけじゃないんですよ、まあ、4000で殴れば勝てますよね。4000で殴るってなかなか難しいじゃないですか。だから3000で2回2ターンかけて殴るか、まあ、もしくはなんかエバリーとか、そっち系のそのなんだろうな、選んで除外するとか、選んで戻すとかいう効果を使うとか。やっぱね、これ良くないと思うね。一応リミット1ですよ、今リミット1なんですけど、1枚あるだけで鬱陶しいんだよこいつ本当に。その水属性を供給してしまったら、もう速攻出してくるし相手。そろそろですね、このモンスターのせいでいろんなデッキが死んでしまうということにぜひね気づいていただきたい。そんな風に考えております。このテーマ、水属性だから強いっていう議論はもうしたくない。はい、いかがでしたでしょうか。独断と偏見が大いに含まれておりましたので、好きなモンスターが入ってしまった方申し訳ございません。皆さんもねどう思ったかぜひね、コメント欄で教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。